はい、えー、それでは、青いステークスと副賞生活、本ちゃんいきます。はい、えー、その前、飯田店ステークスですね。はい、えー、ライオンボス、圧勝からの27の2ですね。はい、13万円負っていきましょう。レッツゴーはい、えー、それでは、出走表行きましょう。明日は青いステークスだけですね。はい、えー、予想図出てきま、予想図は、お出てきました。 はい、で、えー、ここでねえー、まあディアンドルディープダイバーかえー、まあいわゆる、えー、オープン勝ちの間たちが、えーまあ、12番に着せようわけですけどはい、えー、余談ですけどね藤岡兄弟が12番に着せようってなかなかないんでね、はい、頑張ってください。で え、その余談は去っておき、そのままち差し置いてですね、え、本ちゃんの本命はこちらにしました。え、事故調査までこいつどうしようか、え、人気あったらいらんって言ってた、アウィーラウェイですね。はい、え、今までね、一番人気せよなら嫌でしょう、嫌いましょうって言ってたんですけど、はい、え、5番人気と。え、で、え、この売れ行き見てみますと、まあ、もうちょっと単勝多分売れると思うんですけど、え、おそらく、え、まあ、最近の流れ見てもディアンドルディープダイバーの方が人気は出ますんで、まあちょっと KI サクソニーカはちょっと派てなんですけど、 はい。えー、この糸にはちょっと人気負けそうなんで、アイウィラウェイ3番人気以降、特にこの2桁をずですね、短所ね。はい。もうこれなら、買いでしょうね。えー、人気で、えー、嫌いましたけど、5番人気。そして、えー、まあ、ディアンドルディープダイバーが、えー、牽制し合うならですね、アイウィラウェイ、プレッシャーかかりませんので、頑張ってくださいということで、ちょっと舐められましたね。はい。アイウィラウェイの紹介ですか。はい。5番人気なら、買いでしょうってことで。うん。 元々ね、えー、阪神戦に圧勝してましたし、はい、ダリア賞も圧勝でした。はい、元々残念気の前あって、京王2歳も2着、ファンサジスト相手2着。で、えー、まあ、12004と走りましたけど、えー、まあ、フィリーズレビュー一番人気、4ヶ月明け、まあまあまあ、惨敗で構わない。えー、前走大か所距離が長いってことで、ようやく、えー、また本来の12004、えー、ベストポジションに戻ってこれたんで、はい、 3戦目で状態は一番いいってことでまあ正直桜花賞はまあまあね3歳馬にとっては出たい舞台なんでまあ正直ここは目つぶったとしてやっぱこの後のレースの戦にですねはいせっかくねここにね新設、えー、住所を組まれましたんでまあえー、旧車級者サイドもねおそらくフィリーズレビュー桜花賞まではまあ目つぶって、えー、青いステークスが本ちゃんと考えればやっぱりフィリーズレビューの1つも目の叩き台間違いなくやっぱ緩んでましたんではい えー、今回が本気ってことで再び頑張ってください。うん。やっぱり1 0で復活するまで、1番人気あったらやめとこうと思ったんですけど、今回がね、今のところ暫定5番人気ってことで。明日が1番人気になることないと思いますんで、頑張ってください。で、まあ、それに対してディアンドル・ディープダイバーをそれぞれ印をお下げしますと。はい。まあ、人気が全てじゃないんですけど、やっぱり人気性を打うとう、えー、やっぱりね、えー、各馬もマークするまで,ですね。はい。どの馬ま,まマークするかっていうのが非常に重要になってきますんで。 はいえー、おそらく、えー、ディアンドル、えー、を見ながらの馬たちが多いんかな、前にも行く馬たちはね。はい、えー、藤岡悦介さん、一番人気はちょっと怖いんでやめときましょう。対抗止まり、ディープダイバーも黒三角度止まりです、まあ。トータルしてやっぱり能力、スピード値、対戦相手 DM も抜けてますと、ディープダイバーが抜けてそうなんですけど、はい、まあ、前走立番、ステークス買っちゃったんでどうかなってとこで、えー、ここは控えておきます。はい ア,ビレアウェイ強いと思うんやけどねうん,ーんーここにそうは舞台ちゃうしえそ、ー、う型とも言い難いしうんまだまだ頑張れると思いますんで頑張ってくださいはいで4番手がジャカランダシティこれ事後調査でくちぼちました はい。もともとこの馬1 0 2でね、えー、逃げて圧勝、えー、で、福島でも2歳オープン勝ってます。で、その後、クロッカス・ファルコン・ステークス。こちらもどっちかというと1 0 2向きなんで、はい、2相とも距離延長、えー、クロッカス・ステークスがんか22キロプラスと、えー、もう、全然出来上がってませんか。馬体重増えすぎましたねまあ、今回本番かな、3層目ね、この馬も、ま、えー、1 2戻ったら、もしかしたらチャンスある。で、えー、ノーザーハーム吉田和美さんってことで、 はい、えー、まあ、地盤じゃないんですけど、まあまあ、ここに持ってくるってことは何かしら意味があると思うんで、頑張ってください。はい、そして、唯一が、唯一の希望がですね、アンジョアブドラさん。アブドラさんで、<laughs> はい、えー、ダービー乗りそうやった馬、まあ、乗れませんでしたので、えー、誰だっ,っけダノンなんちゃら、忘れた。ダノンなんちゃらやったっけ回避になりましたね。名前出てきへん。はい、すいませんけど、名前出てきません、ね。非常に怒ってますね。ダノンチェイサーか。 はい、えー、非常に怒ってますんでアブドゥラさん G は乗れない重い接続をここで晴らしてくださいうち引いたんでなんとかなりそうですけど順番人気ですって全然人気きないなここにそうで人気落としたんか頑張ってくださいまあそれまでもそんな人気なかったけどなはいアブドゥラさんなら本気でしょうねはいあとは×重、え、視、ーえー、事前調査ぐらいで特注は打って たんかなちょっと忘れたけど、えー、名称系名、敬名確か言うてたはず。はい、えー、名称、敬名さん、多分、自転調査の特注を取ったんですけど、はい、もともと戦に二回やね、京都も阪神も圧勝しとって。 自分のフィリーズと、えー、ね、桜花賞が G1 やし、16やし、ドンはい、えー、自己条件、京都戦を勝ってます。フィリーズレビュー5着。そんなに大きな負けはないってことで、これがまた戦に戻ったら、このままのスピードで声化されると思うんで、頑張ってくださいってことで説明しました。そうした暗上が古木さんってことで、去年古木さんはこの舞台勝ってます。ゴールドクイーン、サネタありがとうございました。サネタですね。はい、頑張ってください。 はい。で、まあ、えー、去年はね、えー、さらに内枠前が有利って言ってたんですけど、まあ今年もそうなんですけど、ただやっぱりね、ただ単に内枠前買ったらいいってもんじゃなくて、今回の1枠2枠はちょっと、どのままもね、人気通りで、えー、なんていうんですか、えー、耐えれないとい言った失礼ですけど、そこまで実績ないんで、はい、一応、K.I. サクソニーが人気出てますけど、中一周で、このままね、京都専用1回買っちゃってますので、はい、大体、えー、この、 京都戦用勝ちきったまって、えーね、中一周、中二周で、ちょっと戻すの難しいんで、戻すっていうか状態をですね。はい、出し切ってると死にて、今回やめときましょう。3番2期で買おう馬、まあ、じゃないと思うんやけどな。うん。まあ、スタートインでどうでしょうか。うちで前で決まるかな。そんな、そんなシンプルな競馬か。そんなシンプルな競馬か、これ。うわぁ、どうしようかな。でも、OK、K.A. サクソニア、今回切ろうと思ったからやめとこう。 いやー、バチ当たるな。バチ当たるな。すまんの内枠もああやって言ってすんな、これね。カナロあにいうしたというと結構ええ、蹴ってるから、これ。マジかー。ありがとうございました。もうよだわいいでしょう。はい。もうラレればもういいです。はい。あと、えーと、エイティンガールも、ね、2走前まで京都戦2で圧勝してますし、はい。前走フィリーズレベル負けただけなんでね。はい。注目と。はい。あと、玉もめともちょっと印出ました。えー、このままは、えー、特に、えー、これっていうあれはなかったんですけど、 えっとね、まあ、単純に見て、えっ、ー、とね、えー、まあ、単純やけど、ザクって今まで見て、まあ、京都の精にで、はい、1着1回、2着1回やったんで、ね、まあ、相性いいんかなーと思ってます。以上です。ありがとうございました。<laughs> 特に大きな理由はありません。ただまあ、えー、外枠で、なんか唯一このもだけ買い、買い,買いかなーと思って買いました。うん。 特に強くすするようないんですけどちょっと来たら気持ち悪いなぁやし逆にこの人気13万人気前奏まで3万人気背負ってたこの馬が13万人気じゃあ美味しいなと思って買いました以上ですで逆にマリアズ・ハートがえー、ねターンメイトに比べた人気ですぎとまあ2勝負けなしで、えー、注目してたんですけどいやそれやったらターンメイトかなと思ってます、はい、うん人気考えてる、まあ、全部人気考えてますけどこれね欲張ってますはいでここですね、えー、伊藤特注馬今回打ちました ホンチャンで撃ちましたはい、えー、前まで全然紹介してませんでしたアスタペガサスですねこちら紹介しますはいホンチャンの注目はです、ね、アスターペガサスですけどストークヒーターでどうかなと思ったんですけど はい。ま、あこのままの超イージーでね。ま、あ戦2がもともと2勝してますんで。んで、戦2のしかも10勝勝ってますんでね。ま、あ吉場適正って言うてはそれまでかもしれないんですけど。えー、その後、KO2 歳、距離長くて5着やし、フューチューティーステークスズー、距離長い G1。はい。次、ダート走らせてますので、前走、京都走りましたけど。えー、まだですね。えー、まともな、えー、馬体っていうか、調教、仕上がってない中、えー、いきなり京都の戦4ですね。一夜の長いところ、4番人気背負わされて13着と。はい。 あ2層前に、ね、馬体重増やして前層絞ったんですけどうんまあえー、買うならね、えー、こうかな福永さんで人気ない、えー、前層より距離短縮はい、えー、3層目とまあここで 多分、仕上げてくるでしょうってとこですね。福永さん乗ってきたんで頑張ってください。中2周いいですね。前走から2走目ですか。オッケーでしょう。スピードをもう一回変えてきてください。えー、箱立にさえ時強かったんで、ね。はい、頑張ってください。強いと思うよ。強かったもんだって。箱館にさえ時強かったもん。シュパーンってし合いもあるしろかな。それで、ね、それで、ね。 うーん、いいでしょうね。選考力ありますんでね、もともとね。頑張ってください。あの女、福永さんの10番人気。人気ない時は福永さんの G2、G3、買いましょう。はい、じゃあ、買いましょう。じゃあ、買いましょう。はい、このまましときましょうか。んですね。はい、ということで、青いステークスを1、2、3、し5、6、7、合計8等でいきます。はい、続きまして、副賞生活行きましょう。はーい、副賞生活ですけど。 えっとねー、オープン、すいません。えっ、ー、とね、オープンクラス、オープンクラスが特別競争でね、やりたかったんですね。すいません。え京、ー、東京セヨンのオープンクラスやったらみんな食いつくかと思ってこのレースしようと思ったんですけど。うーん、ごめんなさい。ちょっとやめて、うん、面白いメンバー揃ってんやけど、ね、アディラート、アルクトス、イーグルフェザー、エレクトロポップと、えー、 上4と、今ですね、ダノンフェイスも強いよね。ドリーム切られとかもあるしね、プロアーキットクレセント、プロトコルもおるぞ、ジョーストレクトリもおるぞってことなんですけど、ごめんなさい。はい、今回は、えーと、事後調査の、じゃあ、何やったっけ、生活え、副社生活方法で言ってた。ごめんなさい、このままでいきます。人気、もう人気出その一番人気のところで、一番人気のところ。あっちゃっぱーやっぱ、一番人気か、お前。ポルトラーノ。マジか、一番人気か、お前。マジかよ。でも副社さん乗れてないやろ あーとね、んー、そうか。レーンってだけで一番人気か、お前。わーし。えー、まずですね、まあ、東京一レースで、えー、どれ勝つか分からんぐらいレースなんですね。で、えー、他の馬たちもね、えー、初ダートの馬がおったり、えー、ダートでまぁ、馬券、ちょこちょこ絡んで馬もいますけど、はい、えー、ね、えー、まあ単純に言うと、まあゴーとか、 えー、あと、えー、ピカレスクスマイルかが、まあ、東京アートで実績残してますので、まあ、子供たちが生きているんかなんで、ピカレスクスマイルに限っては、目標ボーンと入れてますんで、はい。まあ、ここ誰か凍ってますね。うん。で、まあ、前奏ね、馬券絡んだまたち、まで馬券カナダまたちがそのまま絡んでくるかっていうと、そうでもないし、の中の、えー、この、えー、ポルトランド選んだんですけど、まあ、一応、事故調査の、えー、で説明しました。はい。 ま、あ一番人気ですかンジョはレーンさんってことで人気出るの分かってたんですけど、一番人気はちょっと失礼やな。逆に失礼や。はい。えー、芝でもともと走っとって、ね、一番人気、二番人気背負わされて、万惨杯。で、ま、あ、血統的にね、はい、オールフェーブルにお母さんがあの、レーンのね、ポルトフィーノですね。はい。ということで、有名血統なんで、ま、あま、あ人気出ますよとはね、黒船エアグループついてますんで。はい、あとステイゴールですよね。オリエンタラートとオールフェーブルね。はい。で、えー、まあ、芝酸素を走って、 でそんな大きな成績出てないんですけど、はいまあ今回ダート代わりってことで、毎、まあ、回言ってますね、はい、オールフェーブルサンクのえ初ダート代わりは買いましょうと。まあほんまあかんはね、阪神18、京都18くらいがベストなんですけど、今回東京186くらいはちょっとハーテナが多いんですけど、まあここをね、わざわざダミアン・レーンさん連れてきて東京のダートなんで、まあある程度本気かなと思ったんと。まあもともと東の、えー、方なんでね。でまあ、萩原さん中と、やっぱりね、ダートで、 エルヴァンスレーブ等ートですね。えー、ダートの活躍が非常に目立ちますね。はい。えー、珍しく調教師でダートの方が成績がいいというね。だいたい萩原さんってうとダートなんですよね。で、二歳戦に強い操縦方が多くて。アディラートってこうちゃうかった気のせい。アディラートちゃうなんか萩原さんのとこ上手くおってんけどな、ダートな。誰ですかアディラートって引退したっけいや、おったのさっきおったの？な。アディラートじゃな何やったっけな、あいつ。あれ、何やったっけな。あれ、もう引退者が出てけんのか、あいつ。あれ、んやったかな、あいつ。 ちょっと待ってね。あの、ダートでちょっと強かったやつ、いって、出てけへん。レンさん、頑張ってください。とりあえず、レンさん、頑張ってください。レンさん、明日すげえ。1万2期、1万2期、1万2すげえ。すげえぞ。はい、すごいですね頑張。1万2期でも頑張ってください。タスダーとルフェーブルサンク萩原さん、レンさんです。頑張ってください。何やったかな萩原さんのまま。引退したやろ。あれ何やったかなあいつ、あいつ。えっ、ー、とね、去年か一昨年ぐらい活躍しとって、えー、新星みたいなんで来て、バーって来て、 あれちゃうょっと魚むらしょうか、すみません。<laughs> ちょっと時間貸してください。えー、っとね、ああ、ここまで,でかかってないやったっけないいつ、あいつ絶対あれやって、あの、えー、レパードステークすら買ったんちゃうかったかな。レパード、レパード、レパード、レパード,レパード買ったんちゃうか。あれ多分あれやろ、はぎらさから、教えてみ。 あすませんその前に不正生活行きましょう。東京一です。ねはい。え、だいたいあいつ。はい、買います。はい、ポルトヒノを買いましょう。はい、買いましょう。何だったっけなそんなのどうでもいいね。ウィナード・ホースやってるやってるディアンドルジャケアビール・アウェイル・アウィーアビール・アウーアビール・アウィール・アール・アウール・アウィ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 ーえアール・アじゃール・アウィール・アーー いや、ちょっと待って、ほんま、えっ、ー、とね、えー、グレン・ゼント、ロース・プリンス・アえ、ちゃう、あれアディラートあ、エピ・チャリス、思い出した。エピ・チャリスや、思い出した。そやわこいつやわ。エピ・チャリスや。そうそう、これ、萩原さんとかろうそうや、そうや、そやそややした。そうそう、そうそう、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 これね。アショー、アショ、ね、ー、アションスもアショー、アッシてっーってて、アッシアショー、アショシアショ セッサイレパート3チ買うんで。あー、せっせい。みやこせよ、残敗ですね。あー、思い出した。思い出した。好っきりした。はい、これ、萩原さんね。はい、そ軸型なんで頑張ってください。えー、全然考えないことです。すいません。抜粋しました。はい、えー、ということで、アフィラートですね。一番人気だったっけあアフィラートでしょごめんなさい。えー、ポルトランドですね。はい、ということで、お待たせしました。開目の方に行きましょう。 はい、青いステークスですけど本命から印3等にワイドと、3連服ボックス合計8等でしたかねはいボックス買っときますはい本命マークされない人気団と星マークですねようやくスプリント出てこってりスターペガサスさん頑張ってくださいはい服装生活ですけど珍しく特別競争のぞいて 来ました、はい、東京一レーですね。ポルトラーノさん、オルフェ、ブルハスダート、レイン選手、ハゲロア選手だと大丈夫でしょうということで頑張ってください。はい、えー、以上で終わりましょうか。また明日、えー、日本ダービーでお会いしましょう。誠でちありがとうございました。